両赤は大韓民国の手具市中区出身の元プロ野球選手。左投げ左打ち。現役時代に所属していたサムスンライオンズでの背番号10は同球団の永久決番となっている。ミネ南大学校の4年生だった1991年シーズンオフ地域優先ドラフトで、 出身高校の所在地を保護地域で持つサムスン・ライオンズの指名を受けられず、ウェーバー方式で行われる二次ドラフトに流され、前年最下位だった3番ウル・レーダースの指名を受けた。この時代の三世は打線に比べて、投手陣が手薄だったため、地域優先ドラフトで左腕投手である金安士官を指名した。3番ウルから巨額の契約金のオファーを受けたが、故郷である 手櫛でプレーすることを希望して、3番ウルへの入団を拒否。大学卒業後、兵役を遂行するため入隊して韓国、国軍体育部隊に配属された。1年後、再びドラフトに出て、地域優先ドラフトで、サムスン・ライオンズの指名を受け、1993年に入団。この1年の入団の過程で、金や寿司官と両赤のどちらも逃したくなかった。 サムスンとの密約説が囁ささかれた。1年目からレギュラー選手として出場し、首位打者と新人王を獲得するなど主力の一人として活躍。1999年、選手会の問題で球団と対立し、林昌優との交換で、人称などと共に3対1で、ヘテタイガースにトレードされた。翌2000年には、ヘテの財政難で LG ツインズにトレードされた。 2001年をオフ、フリーエージェントでフルスサムスンに復帰。2007年6月には、韓国史上初の個人通算2000本安打を達成し、打席、支球など、複数の部門における、韓国プロ野球個人通算記録保持者ともなっている。だが、2008年は負傷以外でプロ入り後初めてに、軍降格を経験し、連続2桁本塁打も15年で途切れる。 2009年4月14日のハンファ戦で通算3 4 5号本塁打を記録し、長生君の個人通算本塁打記録に並んだ。しかし、その直後故障で2軍降格。故障から復帰した5月9日の LG ツインズ戦で341号本塁打を記録して、長生君を抜いて、韓国プロ野球の個人通算最多本塁打記録者になった。 さらに7月14日のトサンベアーズ戦で史上初の通算355本塁打も達成した。しかしながらシーズンで最多本塁打のタイトルを取ったことはない。40歳となり2009年は故障もありプロ17年間で初めて出場試合数が100を切り規定打席にも達せず100安打未満に終わった。1966年生まれの総進宇などの 引退で四十一歳となった二千十年には、韓国プロ野球界最年長選手となった。二千十年六月三日のキア戦で、通算試合出場数を二千百十二に伸ばし、金佐都市際を抜いて、通算出場試合の最多記録を更新した。七月二十四日のオールスター戦にも四十一歳で、出場し、最年長出場記録を更新しただけでなく3点本塁打まで、 うちファンたちを大いに興奮させた。7月26日、同年限りでの現役引退を発表し、9月19日、ケグ市民運動場野球場で盛大な引退試合が行われ、背番号10はサムスンの永久欠番となった。2011年からは、韓国のスポーツ専門チャンネル SBSESPN で野球解説者として活動し、 バラエティ番組などにも出演している。また野球普及のための財団、少年野球チームなどを設立するなど、事前事業を幅広く展開している。私生活的な面では、芸能人並みの高達者で、バラエティ番組に出演することもしばしば。また釣りが趣味で、プライベートな時間が取れたら、必ず釣りに行くという。その腕前も相当なものらしく。 ケーブル曲の釣り番組に出演した経歴もあるほど、大柄の体格でガニ股に構え、スイング後のフォロースルーの際に両手を上げるような独特の打法はバンザイ打法と呼ばれて野球ファンたちに大変な人気があった。J ガイルズバンドのカムバックを原曲とするウィプンダンダンで始まる応援テーマはサムスンの応援で最も盛り上がるものの一つだった。個性的な打法だけでなく、 バットコントロールも巧みで、通算本塁打数の割に三振が少なく、選球眼も良いため出塁率が高い。卓越した打撃技術を活かし、これまで韓国では4度の首位打者に輝いている。また韓国プロ野球史上で初めて2回サイクルヒットを達成している。主なポジションは、入団初期はファースト、その後はライト、リフトとポジションを移し、40歳を超えてからは、 指名打者での出番が多かった。サムスンライオンズの永久欠番であるハリアカの背番号10。ありがとうございます。